聞いたので2度目のスパチャです。すみません。以前リハックで岸田さんと会談してましたが、政策や対応などを見て総理前と総理後で岸田さんと一緒などが変わったことはありますか。まあ、そのなんだっけ、なんだっけ、すごいそのなんか八面違うなんだっけ八方美人だなという感じはしたんですけど、そういう意味で総理になってもそこら辺は変わってなくて、結局その何もしないことで人に嫌われないっていうで、そのどうしたら嫌われないで支持率が上がるかっていうのを、その安倍さんの時代とか菅さんの時代を見てきたので、なので支持率が上がるためのことはやるんですけど、それ以外のことは一切しない。要はその何かを選択するという行為って敵を作る行為であることが多いんですよね。100% みんなが同意してることってあんまりなくて、でそれってまあ当然他の政権もやってるので、要は例えばじゃあその、子どもの靴の中、じゃあ中学校までの義務教育はただのがいいよねって、まあ当然すぎることなので、すでに日本ではそれってもう中学の義務教育がただになってるじゃないですか、ただ当然ね。っていうので、そのなんかみんながみんな同意するものっていうのはもうシステムになってるんですよ。でシステムになってもないもの、例えば私立の高校を無償にするべきかどうかっていうと、じゃあめちゃめちゃ高い私立大学とかで、なんか授業料2000万円とかいうのも無償ってなると、なんかそこにじゃあその授業料2000万円を国が税金としてあるのはおかしくねみたいになったりするので、反対する人が出てくるんですよ。なんで基本的にその、システムになってないものっていうのは、その反対する人がいたら反対する理由があったりするんですよね。なので、そういう、その、で、じゃあ、それをやった場合に敵を作ることになるんですよ。その、これやんない方がいいよ。例えば、じゃあ、原発を稼働するべきかどうか。で、なんか、今年の夏は、その、なんか、なるべくみんなクーラーをつけないように、暑い中でも我慢しましょう、みたいなこと言ってるんですけど、あれって、じゃあ、もう原発使えばいいじゃんっていう派閥もいるわけですよ。要は、電気使えるようにするんだったら、もう、原発新しく作るのはコストがかかるけど、すでにもうある原発って、原発の爆発リスクは一緒なんですよ。稼働させようと稼働させまいと。なのでじゃあもう原発動かしゃいいんじゃねえのっていう派閥と、どんなことがあっても原発を稼働するべきではないっていう反対派もいるので、稼働させたら反対派からも文句を食らうしっていうのもあるので、何もしない検討中、要は検討中って言っておくと、原発賛成派もあ検討してくれてるんだよかった、で反対派から見ると原発動いてないから OK みたいなので、とりあえず何もしないのが実は一番支持率が下がらないっていうので、岸田さんは何もしないっていうのをずっと選んでる。なんでそういう意味で支持率が下がらないものを選ぶというのをずっとこう八方美人として頑張ってやってらっしゃるので、なのでまあ想定通りっちゃ想定通りかなと思うんですけど。